モデルとキャバ嬢、リングにかけろ。試合中ですか？いや、ぶっ殺すって気持ちで言ってますね。モデル兼キックボクサー高橋アリス、4歳から空手を始めキックボクシングに転向。中学生時代にはモデルとしての活動を始め、ミスセブンティーン2018のグランプリも獲得。そんなキャリアを持ちながら今はキックボクシングに専念している。今年20歳の代になるので、私は今モデルの方はもう捨ててる状態なんで、まあ、ベルトを巻くっていうのが一番夢ですね。ベルトへ向け毎日猛練習中。殴る蹴るっていうのが楽しいって感じます。内山さんに自分は試合で絶対右ストレートしっかり当てたら相手は倒れるって毎回言ってくださってるんで、絶対 KO は狙うっていうのは決めてますね。その前へ立ちはだかるは千葉から登場、元キャバ嬢キックボクサーメルティキラ。整形してるのでプロテーゼ出ちゃわないかなとか、そういう不安はありましたけど、殴られなければいいやっていう感覚でした。強くなればいいじゃんみたいな。たまたま目に入った格闘技に興味を持ち、アマチュアの試合に出場。勝利を重ね最強キャバ嬢となる。そしてテレビにも出演する人気ファイターとなった。しかしプロに転向するとなんと7戦勝利できない。アマチュアとプロの違いは、そこに技術もないと勝てないんだなってすごい実感して、このままじゃダメだと思って、あの暁に来てやっとこの前勝てました。メルティの場合はしっかり倒しに行けますね、まあ、喧嘩ができるタイプですね。しっかり今はちゃんと試合前になんか本当に殺すつもりで気持ち作って、もう殺す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 ぐらいで思って、一撃はある子なんで倒せると思います、はい、右ストレートで仕留めたいと思います。え、メルティ選手がアリスのことを KO するぞ。え、なんかそれ聞いて今ムカつきましたね。こっちは戦いの世界で生きてるんで、中途半端なやつが格闘技に来るなと思いますね。可愛くて若くてチヤホヤされてると思うけど、その可愛い顔ぐちゃぐちゃになっちゃうけど大丈夫？顔に傷ができても私は構わないけど、まあ頑張ってくださいと、しっかり打ち合いましょうって伝えたいですね。高橋アリス VS メルティキラー。